あ、高橋聞こえる？はい。なんかさ、3年生のみんなさ、ほぼ伊豆島行かないらしいんだよ。あ、そうなんですか？いや、その、俺が聞いたのよ。そのさ、あ、コロナで？そうそうそう、宣言開けてもうみんな来るって聞いたのよ。そしたらみんな来ないって言ってる。全員ですか？3年全員。高橋以外。まあ実際コロナやばいですけどね、今。解除されないよね。されない気がします。4年は全然行く気なんだけどさ、解除されてたら、ね、まあでも解除が12日で解除じゃなかったら一旦延期って言ってましたよね。そうそうそう、なるほど、ちょっと考えておきます。うん、まあ任せます。はい。え、結局行って何するんでしたっけ。いや、まあ、まあ結局まあでも3年がいないと人手が足りないっていうのもある。ああ、やる動画止めにしても、まあ延期じゃね、多分分かんない。あ、先生来た。まあこれレコーディングされてるんで。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。いや、伊豆大島どうしましょうかって話になってて。ああ、もうキャンセルしちゃったよ。本当ですか。4年はもう行く気なんですけど。あ、もう、いや、キャンセルしちゃった。全然ゼロ名っていうから。うん。わかりました。なので。じゃあ延期ですね。うん、延期。とりあえず延期で。すいません。ごめんなさい。よし。さて。とりあえず。ね。先に、今日ホットの、そうそうそう、あのホットのアカウントなんですけど、うんうん、あれユーザーネーム俺じゃなくてユースマッパーズ AG、 ユースマッパーズ AGU であれを作った方がいいってことですよね、 OSM のアカウント。あ、それでもいいし、そこはもう任せる、ちゃんと引き継ぎができるようにしておけばいいし、はい、AGU で作ります。うんうん。なので、とりあえず、俺は古橋研究室と、あと、クライスマッパージャパンの NPO の方で申請はしてあるので、まあ、あと、多分、一回管理者登録されると、その同じ組織内に、他、複数のメンバーを多分招待はできるはずなので、まあ、ちょっとそれやってみないと。とりあえず、そう、うん。一個代表アカウント作っておいて、それを登録するっていうのでいいと思う。あ、わかりました。で、そう、ちなみに、ホットのマニュアルレポートが今日公開されたので、ちょっとこれを共有しておきますと。ラジオ。民主化といって3回目か。9月1日。あれ、いつも9時スタートだったっけ？ 22時スタートだった記憶が。9時だった気がします。9時だったっけ？あ、じゃあ、なんか俺が勝手に勘違いして。ごめん。大丈夫です。お世話には。ちょっと眠いですけど、ね、まあまあ短めに、はい、そうそう、ホットのアニュアルレポートが出たよっていうのは結構目通しておくとよくて、なんでわりとこのレポートは目通しておくといいのは、こういうこう人道支援系も含めた NGO とか NPO の、 そのアニュアルレポートの書き方みたいなのが結構肝になってくるんですよ。かちょっと時間のある時にざっと見ておいてもらいたいんだけど、ポイントとしては、まあ、この1年間、まあ、去年から今年にかけて
どんなことやってきたのかっていうところで、この辺、代表のタイラー、ラドフォードが書いてるけど、この辺がまあ実績になってくるという形で、まあスタッフって人的リソースとしては5400人のトレーニングしたよとか、まあいろいろ書いてあるけど、参加者、タスキングマネージャーとして参加した人としては1年間で、20万人ぐらい、20万超えたっていうところですね。はい、なので、まあまあまあ、このぐらいの活動量というところかな。あと、うん、そのうちの半分、10万人が新規アカウントって感じかな。うん、っていう、まあ、そんなところ。で、この辺はあと、まあ、いろんな地域で、特にこうマイクログランツでちっちゃな予算取ったところの活動とかの紹介とかこう、いろいろな地域でやって、あ、そうそう、モンゴルが参加してるのが結構、割とアジアのエリアで結構重要というか、割とじわじわと、今までそんなにモンゴルのマッパーってあんまり多くなかったんだけど、4年ぐらい前のアジアカンファレンスで一人モンゴルから招待して話をして、結構そういう意味で言うと、彼が多分すごく軸になってんじゃないかなと、ちょっと名前忘れちゃったけど。はい、で、この写真ね、写ってるかって言うと、もうちょっと顔、多分後ろにいるこの人か。まあ、うん。なんか割とモンゴルマッパーが増えてきているっていうのは、ちょっといい感じかな。でユースマッパーじゃなくてパブリックラボモンゴリアって言ってるので、なんか NGO みたいな感じなのかな。大学、なんか学生っぽいけどね。っていう感じ。で、割と、まあそういう意味で、こう予算申請すれば、日本でも多分ある程度若干、そんなに大きなお金じゃないかもしれないけど、活動資金を提供してくれるプロジェクトもあるので、まあ、ユースマッパーってそれに応募してもいいんじゃないかなというところがあります。あと、スポンサーのメンバーとしても、まあ、ユースマッパーズはね、あの組織としてサポート、パートナーで入っているけど、まあ、ざっと見ると、こう、お金出してるところがアクセンチュアとかシスコとか、JP モルガンとか、セールスフォースとか、今まであんまり顔出してなかったメンバーも結構入ってきてるのが面白いところというか、まあ、企業側のサポーターもすごく広がってる感じがありますね。あで、今、まあ、パッと見たけど、マップオークス逆にここにはいないんだ。人は出してるけど。で、ざっと見てって、これマイクログランツか。やってるよみたいな。で、あと、まあ、リージョナルな、オープンマッピングハブが、あれだよね、この前、8月に、あの、バースデーマッパさん企画したチームの、中心が、このオープンマッピングハブです、ね、アジアパシフィックですね。代表がネパールのナマさん。あと、アフリカ地域があるというところなので、まあ、アジア、アフリカがやっぱり今のところ中心にはなっているかなというところですね。割とフィリピンのハッパーとか、インドネシアとか、まあ、その辺のメンバーが活動していて、で、結構重要なのはこれ、これか、この次か、ファイナンスがあって、あ、これ。これね。これ、わかる？誰も反応ない。これ見えてる。見えてます。これ、なんか、来年と再来年のも。そう、予算もあるよね。これは、支出と収入だと、どっち？
支出、そう、支出ね、そう、お金を使う予定の、まあ、使った、まあ、2020から2021は、今、現在進行形で、来年と再来年、だからここ3年間ぐらいのこう支出の予算立てがされてる。で、これ見てもらうと分かるんだけど、一番下のトータルで見ると、まあ、US ダラーで書いてあるけど、まあ、120円換算とかすると、この1年で、ホットとしてお金を、まあ、拠出して、まあ、人件費だったり、いろんなプロジェクトだったりで、大体5億円ぐらいの予算が支払われてるってこと、ね、使われてるってこと。で、これからの予想になると、倍額でしょ。もう13億円ぐらいの予算を今立ててて、で、さらに 2年後になると、もう20億円近くまで、こう、お金を使うつもりでいるって言った。何が言いたいかっていうと、まあこういうこうちょっとアドバンストなあの OSM の仕組みを理解して、でガンガンチャレンジすれば、この中からやっぱり自分たちがゲットできるお金もあるということを見ておく必要があって。それだけ、まあ、TED 経由でどこまで本当にこの金額の支出があるってことは、それに見合う収入、スポンサーがあるわけで、テッドがそこまでやるんだろうなとか思ってんだけど、ちょっとなんか、俺もびっくりするぐらい、なんか予算がどんどんこう増えていく前提で、こう、支出の計画が立ってるっていうのが、結構、なんかこの資料見てびっくりしたと思ったんです。だからぜひ、インターン内、優勝のインターン内なんない、どんどん、こういうお金を用意されてるわけだから、どんどん取りに行って、まあ、ある意味ちゃんとそのお金を使う、いい意味で使っていくようにしていくっていうのは結構大事、いいかなというふうに思ってるわけです。ちなみに、年間5億。っていうお金と、まあ、13億とか、まあ、10億後半、20億弱ぐらい予算っていう数字が出てるけど、日本の国土地理院の年間予算って人件費含めて、毎年90億円、日本政府は予算を立てて運営してるわけで、で、大体100億円ぐらい。それに比べると、グローバルでやっていて、結構まあ人数も多いっていうところの中では、まあ、そうは言っても、こう、スポンサリングで成り立っている、寄付で成り立っているとはいえ、やっぱり10億とか20億だと、世の中の、測量組織、測量機関として仮に見立てたとすると、まあ、日本の予算のまだ10分の1ぐらいの予算でやりくりしているとも言えるかなと。ですね。まあ、その辺をちょっと。理解しといてくれればいいんじゃないか。よし、じゃあやっ。じゃあちょっとオーバーパスターバー API にし、今日説明するのはオーバーパスターバー API っていうのをやります。で、ちょっと先に言われるだけ、
ルプとかを見てもらうと。じゃあ OSM の域をちょっと見ながらざっと概要を説明していきます。で、オーバーパスターボ API っていう、まあ、API の一つです。API っていうのは、まあ、Web、インターネット越しにいろんなこうプログラミングをしたりして、まあ、サーバー、API サーバーに対して、リクエスト、なんかこういうことしてよって、依頼をすると、それに対して何かを返してくれるというのが基本的な API の仕組みです。で、オープンスルーマップの場合にはデータ API と呼ばれる、オープンスルーマップにこう書き込みをするとか、逆にオープンスルーマップからデータを読み込むという行為、それぞれが API、データ API として運用されているので、ID エディターとか使うと、ID エディターがデータ API を使って、オープンスルーマップのアカウントで、データを読み込んだり、もしくは、書き込んだデータを実際の、データベースの中に書き込む。ID エディターとして画面上で書いたデータはあくまでローカルで保存されてくるので、そのデータを最後保存してアップロードするっていう、その処理をしているときが、いわゆるデータ API を使って、データを書き込んでるということになる。だけど、データ API ってそういう意味で言うと、ID エディター使っても、あと前回の JOSM 使ってもそうなんだけど、ちょっとアップロードに時間かかったりとか、それこそ JOSM の場合にはこのエリアのデータが必要だからって、まず作業エリアのデータをこうダウンロードすることから始まるんだけど、あのやり取りも全部データ API という API が裏側で動いているわけですね。だけど、ちょっと重いでしょ。そのデータのやり取り。としてここちょうだいってリクエスト投げると返してはくれるけどちょっと間があるし、で、データの書き込みもやっぱりちょっとこう書き込んでる間待ち時間が発生するというので、これは今の技術の中では、まあ、ある意味ちょっとなかなかこれを乗り越えるというのは難しい、不可能ではないかもしれないけど、まだまだパフォーマンスを上げるっていうことを効率よくやるにはすごく難しいんだけど、オーバーパスターボ API っていうのは、まあ、その弱点を克服しようとした一つのアプローチの仕方で、とにかく動作の速い API として、オープンスマップのデータにアクセスできるんだけど、あくまでこうデータを書き込むことをもう捨ててしまって、データの読み込みだけをに特化した API がオーバーパスターボ API です。だからこれを使う場合には、あくまでオープンスルーマップのデータベースの中に入っているデータを引っこ抜くっていう、全部のデータじゃなくて、必要なデータだけを引っこ抜くという、まあ、クエリっていう形で、その計算というか、まあ、簡単な検索用のプログラムを書いて、でそれを実行すると、できますよと。いろんなことができますよと。こういう形です。で、クエリウィザードとか、まあ、マニュアル見てもらえばいろいろ書いてあるんだけど、まあ、これ全部説明してもあんまり、こう面白みがないというか、まあ、ちょっとざっと説明してちょっと実演あります。なので、あとは、自分なりにちょっといじりながらデータをオープンスマップの中から引っこ抜くということをちょっとやってみてください。で、そうですね。いろいろ書いてあるけど、まあ、こういうことできますよっていうところでは、オープンスマップの中に入っている点とか線、いわゆるノード、あとウェイ、あと閉じてクローズドウェイ、ポリゴンですね。あとリレーション、あとその中に入っている属性ですね、キーとバリュー。まあ、こういったものを組み合わせて、ある条件のものを引っこ抜きなさいみたいな形で書いていくというところです。
あと、引っこ抜いたデータの保存方法とかは、割とジオ JSON が使いやすいかなというところで、データ形式自体はいくつか選択できます。はい。ポケモン GO ユーザーは割と、オーバーパスターボで、ポケモン のスポーンする場所とかの、推定とかによく使っていますよというので、みんな御用達な状態です。だからオープスマップのユーザーとしても、オープスマップのデータを引っこ抜いて何かに使えないかなみたいなことをやるときには、大体オーバーパスターボ API を使うっていうのが、最初のステップですね。で、検索をするときには、クエリという検索用の、簡単なプログラムを書きます。クエリっていうのは、いろんなクエリの種類があって、一般的なものだと、Postgres SQL のクエリとか、一般的なデータベースには大体クエリという機能があって、大体似たような記述で、その検索条件を書いていくんだけど、オーバーパスターボは、ちょっと、オーバーパスターボの、オリジナルになるのかな、クエリを持っています。あんまり詳細はよく分かってないけど、いろいろ。オーバーパス QL、そうですね、多分独自です、ね。書き方とかもマニュアルでこうやって出てるので、基本的には、ノードの中にあるキーとバリューの組み合わせはこういうものを探しなさいみたいな形でクエリを書く。ここはテキストで書いていくっていうことが多いです。で、オーバーパスターボのクエリとあとは、オーバーパス QL っていう書き方と2種類あるというふうに書いてありますけども、一般的にはオーバーパス XML いや違うな。こっちだな。オーバーパス QL の方で使うな。2つありますよって話なので、今日は割とこのオーバーパス QL、クエリの方説明、していきます。オーバーパス XML 使ったことないな。今度使ってみよう。っていう感じです。この辺も興味があれば見てください。で、簡単な使い方は、あれ、タグインフォ。がいいです、タグインフォ。タグインフォは、オープスマップの中に入っているさまざまなデータのキーとバリューを検索するためのツールですね。で、セットで使えるのが、タグインフォ。で、大体古橋がよく使うオーバーパスターボの API の使い方って、このタグインフォでまずは欲しい属性のタグを絞り込むっていうところですね。で、例えばそうだな。じゃあ、今だと、例えばアメニティのバリューが例えば、駐車場パーキングとか、アメニティイコールパーキングというキーとバリューの組み合わせで今、タグインフォで絞り込みました。で、世界中、タグインフォでアメニティイコールパーキングで見ると、もう先進国に限らず結構入力されてるっていうのが分かると思います。で、じゃあこのデータを実際に自分で、手元に置きたい、いわゆる GIS とかなんかちょっと作業したいときに、そのデータだけを引っこ抜きたいと思ったときに、右上にあるオーバーパスターボというリンクがあります。今、このアメニティイコールパーキングというタグの組み合わせの検索クエリを自動的にここで生成してくれます。オーバーパスターボをクリックします。で、そうすると、左側、これがクエリですね。で、右側が、検索対象エリア
で、例えば、そうだな、いっぱいありそうだから、佐賀キャンの周りぐらいをこうやって当てといて、範囲検索します。で、クエリーよく見てもらうと分かるんだけど、これはノード、点の情報としてもアメニティイコールパーキングを調べなさいと。あと、ウェイ、線としても、まああんまり線で書くことないと思うんだけど、まあ、パーキング、アメニティイコールパーキングの線、もしくはポリゴン、まあでもあるか。領域として書くか。ポリゴン、クローズドポリゴンとして書きますね。なのであるか。あと、リレーションとして、まあ、使われることが、これはあんまりないか。まあ、3つの条件で全部、ノードであろうと、ウェイであろうと、リレーションであろうと、アメニティイコールパーキングのタグを持っているものは、全部引っこ抜きなさいというふうに書いているんですね。あと、右側にある Bbox っていうのは、バウンディングボックスの略で、これ、OSM に限らず、地理空間情報系のツールだったら、大体その、バウンディングボックスを略して Bbox って書きます。はい、で、これ何を言ってるのかっていうと、こう右側のこの地図、表示されてるエリアが、これがバウンディングボックスだと思ってください。まあ、区形ですね。で、今見てる範囲の中、これが、今、動的にこのバウンディングボックスがこう変わっていくので、この見ている範囲の中をバウンディングボックスとして、この中に引っかかるアメニティコールパーキングを検索しなさいというのが、ここにあるクエリの書き方です。あとは書き換えたければ、ここをまたどんどん変えてしまえばいいし、さっきのタグインフォからまた別な条件を設定してもいいというところです。で、とりあえずちょっと実行してみます。引っかかるかな？多分あると思うんで。実行ボタン、左上にある実行ボタンを押すと、このクエリが実行されます。で、しばらくするとこんな感じ。今、バウンディングボックスの中に引っかかった、アメニティイコールパーキング。まあ、大体ポイント。まあ、でも、ポリゴンもやっぱりありますね。で、クリックすると、その情報が出てきます。あ、これ、ウェイだ。あ、みんな結構ポリゴンだね。ちゃんと、駐車場として入力されてるところが、こんな感じで。出てきています。で、下のところに、これでざっくり、今表示しているポリゴンとノードの数が、ポリゴン、まあ、ウェイとして350ポリ、多分ポリゴンですね。あと、ノードとして、まあ、そのポリゴンを構成している四隅とかも含めてですけど、2168、ノードで構成されていて、POI、ポイントデータとしては54ポイント独立してあるの、というような形でその集計結果が出てきます。で、大事なのは、このデータを GeoJSON にダウンロードしたいという場合ですね。で、この場合は、エクスポートっていうボタンを押して、でこの中で GeoJSON のダウンロードリンクをクリックすると、これで GeoJSON データがダウンロードされるわけです。だからこれは GeoJSON.io とかを立ち上げといて、空っぽな、にニューにしといて、空っぽな GeoJSON.io に今吐き出した、オーバーバスターボ API からエクスポートされた GeoJSON ファイルをドラッグしてあげれば、これで自分がオーバーバスターボ API で引っこ抜いた GIS データ、ポリゴンデータとポイントデータが、可視化できた。いうことですね。まあ、QGIS でも何でもいいんだけど、まあ、このデータをどう使うかは皆さん次第ということです。いずれにしても、例えば自分が、青山学院大学相模原キャンパス周辺半径、例えば、100メートル圏内に駐車場がいくつあるんだろうかっていう計算をしたい場合には、この中で、さらに、まあ、条件設定をして、絞ると。ような形、まあ大体目視でもね、カウントできるかもしれないけども、まあこういったことができるようになりますよというのが、オーバーパスターボ API の重要なところ。何度も言うようですけど、オーバーパスターボ API っていうのは、こういう、こうデータを引っこ抜く作業が得意であって、まあそのために必要なクエリっていうものを自分で組めば。で、いやもう自分が欲しいのはポリゴンだけでポイントいらないよとか、リレーションいらないよっていう場合には、コメントアウトですね。クエリー、オーバーパスターボのクエリーの場合には、スラッシュスラッシュが、なんだ、コメントアウトです。ポリ、ポリ、もポリゴンだけ欲しいから、こっちか。ノードコメントアウトするんだな、こうですね。
これでポリゴンだけに絞れるので、もう一回検索実行すると、今度は、POI、ポイントデータですね。POI は、まあ、ポイントオブインタラストの略です。まあ、いわゆる独立したポイントデータですね。としては、0になっていて、ポリゴンとして1741ポリゴン、こうやって検索できたという形で、結構こういうデータをパパッと検索して、データを引っこ抜くということが得意なのが、オーバーパスターブ API になります。で、オーバーパスターブ API、こんな感じでこう検索したら、まあ、とりあえずエクスポートして、GeoJSON か KML か、まあ、GPX でダウンロードすることはほとんどないかな。まあ、必要に応じてあの GPX でもダウンロードできます。はい、あと、ちょっと前まで、GitHub とかにもアップロードできたんだけど、今ちょっとその機能はなくなって、ますね。多分、うん、そうですね。はい、なので、基本的には、GeoJSON でダウンロードするのが一般的かなと思います。あと共有のところにあるかな。うん、そうですね。ないですね。はい。なので、あと、この、こう、左側のクエリと、あと検索エリア。こういったものを、誰かにこう共有したい場合、例えば、こういう検索しといたんだけど、これでどうみたいなことをやり取りする場合には、GeoJSON ファイルを結果を見せるのもいいんだけど、結果を見せる前にクエリそのものを共有することができます。でそれが左上にある共有ボタンで、パーマリンクとして、オーバーパスターボ API のパーマリンクを発行してくれます。もう自動的に。で、おっと。現在の地図表示を含めるってすると、このバウンディングボックスのエリアも、そのまま引き継がれるし、これはチェック外しておくと、逆に言うともう場所が特定されないので、好きな場所を設定してやってねという形になります。あと、まあ、さっきの使い方が分かっていればこのままでいいんだけど、全く使い、オーバーパスターバー API の使い方分かんない人に共有する場合には、開いたらもう自動的にクエリまで実行してねっていうチェックも入れることができます。ここはまあ使い方次第。なので通常は現在の地図表示を含めるチェックは入れて、でもクエリーは自分でやってねという形のリンクを貼って、パーマリンクを発行するのがまあ自然かなと思います。ちょっと他のブラウザーに。ちょっと貼ってみますね。で、そうすると、他のブラウザーでピッと今のオーバーパスターボのクエリを共有すると、ちょっと文字が小さいけど、こんな感じで確かに設定したクエリがそのまま引き継がれていて、右側のバウンディングボックスも設定した場所に飛ぶという形なので、まあ、これを受け取った人はどれどれやってみようかというので実行すれば、他の人も同じ環境で同じような検索結果を得ることができますよというところです。ここまでで何か質問ありますか？検索範囲の設定はもうその四角でしかできないんですか？とりあえずは。基本的にはね。うん、なるほど。うん、なので、そこで絞り、さらに絞り込みたい場合には、その絞り込みたいエリアのポリゴンを書いて、まあ、なんだろう、GeoJSON.io とかで書いて、で、QGIS とかでフィルターかけちゃうみたいなことはできるかな。だから、オーバーパスターボ API だけじゃなくて、他のものと組み合わせでやれば可能ではあるけど、今度 QGIS の使い方を知る必要があるっていうところかな。ありました。うん。やっぱり高度なことやりたいと思うと、そういう、こう、ツールがどうしても必要になってくるっていう感じ。あとは、あ、そうそう、言い忘れたけど、例えば日本全国の駐車場を検索しようとしたら、多分オーバーパスターボ API でも値を上げると思う。ちょっとやってみる。で、データがでかすぎるから、ね。日本全国 の、 あの駐車場のポリゴンデータをよこせって今言ってるわけだけど、あと韓国とかも入れちゃってるか。なので、そうすると、多分結果が返ってこなくて、で、どうなるかっていうと、もうクエリ実行するの大変だけど、まだやるのってこう悲鳴を上げてきます。
それで やめるっていう、中止するっていう選択肢もあるし、いや、もいいからやれっていう、もうこれからダメか、もうダメでしたっていうこともあります。これも完全に値を上げた状態ね。でもうちょっと、このぐらいにしとくと、まだ頑張ればなんとか。画面もう一回共有して。あ、ごめん、そう、ごめん。画面共有してなかった。よし。今どういう状態かというと、関東甲信越ぐらいのエリアをバウンディングボックスにしたんだけど、まあ、こう戻り値、まあ、リクエストした結果のデータがでかすぎるので、値を上げちゃうとこんな感じです。まあ、この東京、多分23区ぐらいだったらいけるかな。これでも結構きついかな。日本はデータ量多いからね。なるべく、まあ、たくさんデータがやってきそうなところに関しては、基本的には、こんな感じね。これはまだ頑張ればいけるかも。20メガぐらいのデータ返ってくるけど、やるっていうから、そのまま続行ってやると、頑張って20メガのデータをせっせとリクエスト返してくれるっていう形。でも、それ以上、限界超えちゃうと、さっきのエラーになってくるという形です。うわー、出てきた。すげえ。これが、今これでポリゴン数で言うと3万ポリゴンぐらい出てるんですね。まあ、ジオジェイソンで吐き出して、なんとかいけるかな。もう3万ポリゴンになると今度 QGIS も含めて受け取る側のツールも結構大変かなという感じです。多分ジオジェイソン IO でも3万ポリゴンはきついかなと。いうところなんで、これをまたどう料理するかっていうのは、まあ、GIS を使う人のスキルによってくるっていうところかな。なので、そうだな、例えば、よくやるのはネームで、例えば、ルハシで検索すると多分そんなにないから、これは多分速攻で返ってくる。しかもウェイでしょ、ウェイとしてフルハシという名前のポリゴンは思い当たる限り一つしか俺は知らないので、あ、エラーだ。ノードにしてたっけ。案外、あ、帰ってこない。じゃあ、フルハシ研究室でしょ。これで多分、ソガキャンのとか引っ越ってくる。基本的には英語も日本語も。キーバリュー、まあ、特にバリューの中に、ああ、でもなんかエラーだ、返ってくるな。なんか消せない。印象の問題かな。まあ、この辺はね、不安定な時もあれば、クエリに問題がある時ももちろんだけど、データが重すぎる。あ、なんかエラーだね。もしかしたら日本語かな。ちょっと聞きます。で、今のやり方を使って、例えば、よいしょ。コンビニをじゃあ検索したいと思ったときに、ちょっとじゃあぜひ、一
旦これでこれ取っちゃう。ちょっとタグインフォから行ってみようか。コンビニ。スペルはちょっと分かってないな。どうぞ。今仮に日本語でローソンって書いてある属性をざっとタグインフォで検索かけました。でそうするとローソンネームイコールローソンとなっているデータが、6894件。あとネーム日本語っていう形でネーム JA ですね。ローソンって書いてる場合とあって、まあ、これ多分重複してるのがあるから、まあこっちでいいかな。ネームイコールローソン。じゃあ、日本の、まあ、ローソンのコンビニの分布状態をオーバーパスターボで引っこ抜きたいと思ったときに、タグインフォを使って、ローソン、ネームイコールローソンとして検索をかけるクエリを今作ってます。ちょっと時間かかってきた。で、まあ、東京都内で23区周辺。もうノードだけでいいな。ウェイとかリレーションいらない。これで実行。あとこんな感じ。これでローソンの分布図が出てくる。ね、エクスポートダウンロード、806の POI、 都内にあるローソンの位置がこうやって、まあ、全部網羅してるわけではないけどある程度網羅されてるよねっていうところで、もちろん足りないところを含めて追加していけばこのデータが実していくというところです。で、同じようにセブンイレブン。で、セブンイレブンも、おそらく正式表記はここにハイフン入る。セブンハイフンイレブンが正式のはずだから、こっちの方が多いんじゃないか。そうではない。セブンイレブン。日本語はもう、ハイフンなくなったか。で、アルファベット表記だけハイフンが入るようになっているという形で、セブンイレブン、案外こんなもんか。2000件入ってないんだ。ローソンの方が圧倒的に入ってますね。っていう感じで、大体日本のコンビニって日本全国1万店舗から、ローソンとかね、いくつか1万超えてきてますけど、まあ2万はいかないという形。だから各社有名どころ合わせても多分5万件とか、そんな感じなので、まあそのうち何件、オープンするマップはそのカバーしてるのかって、カバー率とかを検索するっていう時に、やっぱりオーバーパスターボって使えるわけですね。あと、ホイールマップをこの前、イベントでやったけど、ホイールマップのデータをオーバーパスターボで引っこ抜いて、日本財団とやってる BMAPS っていう、ミライロっていう会社が作ってる、まあ、バリアフリーマップ、そのホイール、車椅子ユーザー向けの地図サービスがあるんだけど、そこにデータ流し込んだのは、我々がやったんだけど、
その時はオーバーパスターボ API で日本全国のホイールマップのデータを引っこ抜いて全部未来のBマップスのアプリに流し込んだっていう、そういう感じでやってます。やっぱりこうオープスマップの中に入ってるデータってすごく使い勝手がいいんだけど、その引っこ抜く術を知らないとどうやって使ったらいいのかってことは分かりにくいというところですね。まだかな。結構クエリ作るのに時間かかります。出てこない。自分で書いた方がいいことかな。あれ、こんなもん。案外。うん、なんとなく、なんか挙動が、日本語が怪しいなぁ。さっきの。ちょっとバギーな感じなのかなぁ。地図上にはずっと出てきちゃうね。1200、そうだね。うん、ちょっとクエリも自動的に生成されてないですよね。うん、なるほど。ちょっとチェックしてみようかな。例えば、自治体の形状を引っこ抜くときにいつもよく使ってるんだけど、これをあのドロンバードの災害協定をこう結んでるエリアのこうポリゴンデータをこうやって可視化するときも、でオーバーパスターブ API で検索クエリ書いて作ってたんですね。で、例えば、まあ、ちょっとデータ量少なく、これ最初の頃のこう協定エリアっていうのはどこだったかっていうと、こんな感じで、リレーションとして、大和市とか横瀬町とか調布市とか、こうやって日本語で、設定をしていて、これを実行すると、そのエリアが抽出できるっていう、そんな感じにしてたんで、日本語のバグが発生するとしたら、これも通らないはず。前はこれ通ってたので、多分ちゃんと機能してれば、これは実行できるはずなんだけど、これでダメだったら、多分日本語とか2バイト文字 のトラブルがないか。ああ、書いてきた。こんな感じです。どう大丈夫なのか、うん。という感じで、これだと大和市なら大和市とか、こう、協定結んでいるエリアのデータが返ってくるという、まあ、こういう使い方もできますよというところで。これは大和市とか横瀬町とかそれぞれの自治体ごとに一行一行クエリ書いてるという感じです。検索対象は Bbox にするというところです。で、これ以外にも、オーバーパスターボ API ってすごいいろんな検索が実際にあるので、そこはぜひマニュアルを読んでもらえればいいと思うんだけど、ユーザーごととか、まあ、いろいろなんだけど、面白いのは、地図に展開しないでこう図化するみたいなことも使えるので、この辺は、ある属性の設定でしょ、うん、これ。このパブリックトランスポートクオリティ、アシュアランスとかはよくできてるなと思ってて、これ実行した結果とか出てこなかったっけ。
サンプルが。ないな。これって、いわゆる路線図とか書いてくれる機能なんだけど、あんまり、ちょっとソースコードだけだと面白くない。どっかに絵が置いたと。これとか、エグザンプルがいっぱいある。この絵はないか。クエリーの例。ビルディングロックスクイズ。これか、ブログを読めって書いてある。あんまり、あんまりいいなとかね。よっ。どの辺だっけな。あ、これこれ。これとか、この辺をオーバーパスターウェイペアで書いた、こう、直線的な、こうですね。こんな感じ、こんな感じ。ちょっとドイツ語なので、英語で多分これないと思うんだけど、単に地図上に展開するだけじゃなくて、こうデータのこうネットワークのつながり方で属性引っ張ってきて、こういう路線図を書くみたいなこともオーバーパスターブ API でできたりしますよって話をしたかっただけです。で、まあ、それ以外も含めて、いろいろ情報がいろいろ散乱している状態だけど、やっぱりドイツ人結構使いこなしてて、いろんな事例出しているので、このあたりはちょっとドイツ語を自動翻訳とかして、見てみるのもいいんじゃないかなと思います。なんか質問ありますか？もうそろそろ1時間ですけど。特に質問なし。やってみた自分で手間。パスターボについてはかなりよく分かったんですけど、うんうん、もし
他の方が今日の内容で質問がなかったら、ちょっと今日の内容と違うことなんですけど、質問あるんですけど。うんうん、いいよいいよ。はい、どうぞ。あの、ブレンダーっていう、うん、あのソフト、ソフトっていうか、うん、あの 3D モデルのあるじゃないですか。うんうん、あれをあの地図関係で使うことってあるんですか？地図関係、まあビジュアライズとしては、ね、ブレンダー OSM が、まあ、割と有名だから、ブレンダー OSM 使って OSM のデータを引っこ抜くみたいなことは、あ、そんなのがあるんですか、うん、できる。で、これも多分、オーバーパスターボが裏で動いてると思う。ブレンダーからこのエリアの3次元データをちょうだいって投げるっていうと、オーバーパスターボ API が一生懸命それで引っこ抜いて、ブレンダーに受け渡してくれるんじゃないかなと。ちょっと中身ちゃんと見てないけど、ね。ブレンダー上ではもう 3D で出してくれるんですかね。そう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 。おお、すごい。で、ただ、うん、ブレンダー OSM 多分プラグインなんだけど、Windows じゃないと動かないらしい。ああ。Mac の動作は、うん、ちょっといまいちっていうところ。あの、うん、チズラーの山田さんと、うん。山田さん、うん。ちょっと話してて、うんうん、フラッシュさんが前からブレンダーをしな気がするけど、それは何か地図関係で使いやすいからなのかなっていう話になったんで自分地図関係とブレンダーってなんか関係してるってそもそも想像もしてなかったんで、ちょっと聞いてみようと思って聞いてみました。あ、まあ割ともともと 3D 関係俺はスケッチアップ推しだったんだけど、最近スケッチアップはあんまりこう改良とか、あと Google がトリンブルっていう会社に売っちゃったから、あんまり無料でできることも少なくなっちゃって、なのでもともとそういう意味で言うと歴史的にはブレンダーよりもスケッチアップの方が向いてたんだけど、今はブレンダーの方が高機能だし動画作れるし、まあこれブレンダー OSM も含めてプラグインが充実してきているので、割とあと天狗のデータの処理も含めて、まあ、ブレンダーがいいなっていう感じはするな。あとまあ Mac でちゃんと動くっていうところも。Mac で動く。そうそうそう。大事ですね。うん、あ、じゃあ割と頻繁に使ってるんですか、先生は。割とまあちょこちょこ。俺は最近やっぱり天狗のデータとか使うようになったから、その辺のデータをきれいにするとか、シンプルにするとか。天狗のデータ。天狗、天狗。天狗、あ、天狗。あ、天狗、うん。噂の天狗。そうそうそう。という感じかな。他、なんか質問。オーバーパスターボでもいいけど。他でも。大丈夫そう。あんまりコメントがないけど。まあ、とりあえず自分でオーバーパスターボ API をまずはタグインホ機能からタグインホからオーバーパスターボに持ってって自動的にあのクエリのコードを作ってそれで検索してみて、欲しいデータを引っこ抜くっていうことをちょっとやってみると、でやっていくとだんだんタグインホ使っていくと属性の中身で、あ、こんな属性あるのかとか、こういう データ例えばあの卒論でほらラーメン二郎とか入れてるわけだから、ラーメン二郎のデータだけ引っ込んできたいと思った時にどうやったら一番いいのかみたいなことをちょっと自分なりにこうクエリ書いてみると、まあ、ラーメン二郎もともとラーメン二郎のデータを整理していく時にもラーメン二郎の店舗名の検索とかをオーバーパスターボで調べさせて、これ1期生があったんだけど、であのラーメン二郎もこうなんとか店って入ってるものもあれば、ただラーメン二郎っていう書いてあるのもあったり、二郎の漢字を間違えたりとか、いろんなことがあるので、そういうことをこうきちんとチェックしていくっていう時にも、やっぱりオーバーパスターボってすごくよく使う。データの品質チェックも使うし、まあ、入ってるデータを引っこ抜いて何か別な目的に使いたいっていうのもできるっていうところ。あと最近だとあれだよね、あのスマホのアプリでマイ水っていう、その水があの飲めるとか、給水ポイント、をスマホのアプリで地図上に出してくれるアプリありますけど、あれもオーバーパスターボで、オープンスマップの、給水ポイントのデータを引っこ抜いて、それプラス、独自のデータを組み合わせて使ってたりするので、うん、結構実はいろんな人たちがオープンスマップの中にある埋もれてるデータを引っこ抜くってことはよくやっています。マイミズ
オープンストリートマップなんですね。うん、あちゃんと高い。うん、そうそう。だって、あの、最初全然データなかったからね。もうオープンストリートマップだけが頼りきてて。で、マイミズを作ってるメンバーは知り合いなんだけど、マイミズで登録したデータを OSM に戻してよって言ったら、ごめん、それできないんだって今のとこ拒否られてるっていう。まあね、もったいないですね。で、うん、まあそこは技術的な問題というよりも多分フリーライド的なところが強いんじゃないかなと俺は思ってるんだけど、まあそこはあんまり強くは言わないけど、こう、うん、使ってんだったら少しは変データを返してくれるっていうのが、まあそう還元しろっていうのが、まあ、こっち側の意見だけど、まあなかなかそこまでちゃんとやってくれる人たちはいないっていうのが現実だよね。ウィールマップはあのアプリ上で入力したのがもうオープンストリートマップにタグとして書き込まれるんですよ。うん、だ両方ウィールマップはそういう意味で言うと両方ちゃんと相互互換性ができてるから、ウィールマップ系でも入力できるし、 OSM から直接書いた ID で書いたものがウィールマップにもちゃんと反映されるっていう、まあ、やっぱりよくできてる仕組みで、ね、うんうん、あのあたりが多分ウィールマップもそういう意味で裏側ではオーバーパスターを使ってるんじゃないかな、データの読み込みに関しては。あ、どうだろうな、うん、多分読み込みに関しては早くしてるはずだから、オーバーパスターボで処理して、書き込みに関しては多分データ API っていう感じで API 使い分けてる気がするな。はい、お、あ、さ、あれだ、1時間経った。じゃあとりあえず質問なかったみたいなんで、じゃあ いいっすか、これで自分は大丈夫です、はい、はい、ありがとうございました。はいはい、次回は何やろうかな、ちょっと待って、ね、あ、お、次回は、まあ、軽くタグインフォーも今日あったでしょ、オーバーパスターボやった、しといて損がないのは、JOSM、これかな、 OSM アナリティクスとかやるかとか、まあちょっといくつかツールOSM アナリティクス。ホットとかだとやっぱり OSM アナリティクス使いこなしてなんぼだから。まあこの辺のツールとかかな、うん。とかちょっと、まあ分析系のツールをちょっとじゃあ次回、あのいくつかピックアップして紹介します。はい。あ、ごめん、今この辺りかなって言いながらあれだけど画面共有しないからわかんない。はい。そんな感じで。じゃなんか逆に、あの、ということをやろうと思っているけど、これ知りたいとかあれば、リクエスト投げてくれれば、つどつど考えます。特になければ次回、2週間後は、OSM アナリティクスとかの分析ツールを使おうかなと。その次、今度 OSM チャットかな、品質チェックツールかな、とかマップルーレットとか、その辺やろうかなと思ってます。はい。じゃあ、一旦、今日は終了します。ありがとうございました。はい、お疲れ。終了。